こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はね、この, Am の Amazon の amazon.com.au というね、えー、キーワードに関する関連記事をチェックしてるんですけど、まあ、その中でカーシェアリングシステムのね、GoGet という、まあ、カーシェアリングがあって、まあ、それが Alexa で予約できるようになったという記事があったんでね、そういえば GoGet、まあね、えー、なかなか 素晴らしいサービス。嫌味でね、素晴らしいサービスで、ひどい目に遭ったなというのを思い出したんでね、えー、それについてシェアしたいと思います。まあ、オーストラリアのサービス、ね、よくある話と、まあ、オーストラリアのね、えー、サービスを使うからには、誰も頼りにならない、ねえー。自力で何とかするか、まあ、経験者に、えー、いろいろアドバイスを聞かないと、まあ結構ね、えー、痛い目に遭うという話です。 まあ、ちなみにオーストラリアでは私、車持ってなかったんでね、このカーシェアリング使ってました。で、私が住んでたのはこのチャツウッドでね、でゴーゲットっていうのは、まあ、カーシェアリング、路上にね、ゴーゲットの駐車スペースっていうのがあって、まあ、そこから車をね、出して、また路上のスペースに止めるという仕組みなんですけど、まあ、基本的にね、オーストラリアっていうのは、えー、決まりを守んない人が多いと。 決まりを守らない人が多いっていうか、まあ、日本ほど決まりを守る人が多い国ってめったにないんで、まあ、カーシェアリングのスペースでもね、えー、あ、止まっ、空いてるじゃんって言って止めるやつがいくらでもいるんで、まあ、帰ってきたら止めるスペースが空いてないということはね、えー、よくあります。で、この時ね、まあ、普通に、まあ、日本の感覚だったというか、まあ、まだまだオーストラリアは分かってなかったんでしょうね。えー、駐車スペースに他の車が止められてて駐車できないと。 いうことで、GoGet に連絡しました。で、まあ自分のね、借りてたアパートには駐車場があったんで、まあそこに入れとくと、ね、えー、駐車場止めらんないからと連絡したら、いやいやダメだよと、駐車場に入れちゃいけないと。で、えー、路上スペースで駐車できるところを調べて、そこに止めて場所を連絡しろということだったんでね、えー、まあ調べて近くの通りに止めましたという連絡をしました。 まあちゃんと通りの名前も言ってね、何番のアパートの前であたりということで言ってね、電話を受けた人間 OK っていう形で、ご苦労さんみたいな形で言ってたんでね、まあ、私としては当然、そこはね、えー、そこにずっと止めとくとは思いませんから、まあ、ちゃんとしたスペースに開、えー、いた時にね、開けて、あるいはね、係員がやってきて、まあ、数時間のうちにちゃんとしたスペースに戻るんだろうというふうに、えー、勝手に思い込んでたと。 まあここがア方ですね。まあの時の自分に言ってあげたいと。オーストラリアにはそんなサービスはないと。ねまあ、ただ、後の祭りで、まあ、そのまま結局ゴーゲットは、まあ、次の借り手がね、車ないけどどこと聞かれたら、そこに止めたと連絡する仕組みなんでね、4日間放置されてたと。でその間に2回駐車違反切符を切られてで、駐車違反切符ね、止めたのあんただからっていうので請求来ました。 いや、ちょっと待てよと。ね。あんたの指示通り止めて、しかも止めた場所は連絡してねで。止めた場所は夜間駐車 OK だけど、日中ダメだとパーキング切符が必要だと分かってるじゃないと。ね。それ放置しといて、その切符俺に来んのかいと。まあ、言ってもね。いやいや、あの、止めた人の責任だからって言って、ラチ開かないですね。まあ、GoGet のこのサポーター、夜間やり取りした人は、ま、伝言を受け取るだけの人と。 で切符嫌いて切符のね、えー、金払いという人は切符の金払いという係の人と、ね。このサポーターの言う通りにしたっていうのを話したところで全く何の解決にもならないです。まあ、これがオーストラリアのデフォルト。日本とはね、随分様子が違いますよね。日本だったらまず言った通りの場所を止めたんだからそんなのおかしいだろうと。 言うでしょうし、そもそもね、えー、駐車違反になるところに止めたのが分かったら、いやそこは日中駐車違反だから別なとこを探せとか、あるいはね、係員が動かすとかするんですけど、そんな行き届いたサービスはオーストラリアにはありません。で結局ね、えー、正解は、まあ、今にして思うと、 ウエストフィールドっていうね、ショッピングセンターの駐車場があるんで、まあ、そこに止めちゃってね、えー、そっちに止めて、空いてる場所、あの路上止まって、止められなかったからというのが正解だったと。なぜなら、えー、警察に駐車違反切符を切られたらね、払わなきゃいけないけど、まあ、民間のウエストフィールドの駐車場に入れちゃってね、えー、それ止めといた料金をどうすんだ、こうすんだっていうのは、まあ、えー、俺のせいじゃないとか、あるいはウエストフィールドとゴーゲットのやり取りとか、 まあ、私が払う可能性は低かったと。ね、低かったというか多分大丈夫だった。まあ、これはね、この言った通りにしたらね、駐車違反切符を取られたという経験があるから、まあ、えー、あれが正解だったなこれが正解だってわかりますけど、まあ、そうじゃなきゃね、えー、おそらく、まあ、えー、10人が同じ目にあったら10人が同じ目にあう可能性が高い。あるいはね、もっと長い間、 止めららられれてたももっととその間何回もキップ切られるとこれも4日間放置してますからね。えー、1日2回切られたら8回駐車違反キップが来てもおかしくなかった。まあ、むしろラッキーじゃないかとあ。あえて前向きに考えれば。そしてオーストラリアのサービスはこういう形だからね。えー、言った通りにしたらどうなるのか。あれはね、その車いつ,いつ動かすんだと確認するとかね。いうのが分かって、何しろ信じられないほどずさんなサービス。ねえー、で、 まあ、それぞれ信じられないほどずさんなサービスによって起こる数々のトラブル。これはね、信じられないほどずさんなサービスだという前提で予測を立てて、トラブルにならない方法を探るとか、あるいはね、トラブルになった事例を元にそういう目には合わないようにするというね、経験と実践をしないと、おそらく、まあ、たくさんのトラブルに遭います。オーストラリアにやってくるね、 え、留学生とか移住者は、こういう出来事が嫌で日本に帰る人も結構います。で、amazon もおそらく同じ調子です。ね。現地のサービス提供、違反取り締まり状況を知らない初心者が自力で取り組んで実践できるほどオーストラリアは甘くないと。ね。えー、たまにね、登録して自分でもできるでしょうかという話が来てね。私のサービスを受け受けないと無理だと思いますというのもいやらしいんでね。うん、まあ、 サービス提供してるからその方がスムーズですって返事してますけど、まあ、実際問題ねこのゴーゲットの出来事だけじゃなくて電気でもガスでも輸送でも税関でもいろんなトラブルがありますんではっきり言ってほぼ100%近い確率で自力でもできるでしょうかと質問してくる方がですね自力でできる可能性はないと思いますですのでね まあオーストラリアアマゾン取り組むなら私のサポートを受けるあるいはやらないというのがねまあ現実的なんじゃないかなとねえー、質問があった時に私のサポートを受けなきゃ無理ですっていうのもね、まあ、ちょっといやらしいしそう答えてサポートを受けるのかどうか疑問なんで、えー、そういう返事はしてませんけどまあ実際ねえー、自力でオーストラリアでトラブルに遭わないとかトラブルを乗り越えるっていうのは不可能だと思いますね質問が来た時答えるのは 今言うのはどうかという気もするんですけどね。まあ、今のうちに、えー、オーストラリアのサービス、ね、ゴーゲットだとそういうことがあって、まあ、ゴーゲットで、ね、ゴーゲットが特にひどいサービスだというわけじゃなくてね、えー、一時が万事というか。 オーストラリアの標準的な出来事はこんな感じだというのはね、オーストラリアに住んだことのある経験者だとあるあるって感じで頷くところなんですけど、まあ日本の人だと想像できにくい、想像しにくいことだと思うんでね、オーストラリアの悪夢ということでね、ご紹介させていただきました。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。